はい、と皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。ということで本日もですね、アセットコルサのラバちゃんおすすめモッドをご紹介していきたいと思います。はい、もう分かってらっしゃる方もいると思いますけども、こちらの風景、私大井ふ頭に来ております。はい、ということで、まあ前回ね、大たるみ峠ご紹介しまして、引き続きなんですけども、こちらのですね、大井ふ頭ちょっとご紹介していこうかなと思いまして、こちらの方来てみました。まあいつも走ってもですね、めちゃめちゃ綺麗なわけですよ、大井ふ頭。こちらね、サーバーとか立ててみんなで走ドリフトとかのね、練習しても楽しいエリアとなっておりますので、ぜひ皆さんこちらの方今日楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、まあ早速なんですけども、導入方法をご紹介していきたいと思います。はい、ということで、またですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので踏んでいただけたらなと思います。レースデパートメントですね。はい、皆さんこちらログインしていただいて、アカウント作って、アカウント持ってない方はログインしていただければなと思います。ナインティーズゴールデンドリフトスポットプロジェクト様ということで、こちら大井ふ頭ですね、前回に引き続きで、こちらログインしましたらダウンロードのボタン出てきますので、ぜひログインしてください。で、下の方にまたご紹介ありますので見ていってください。私が先ほど撮ってた場所ですね、これ綺麗。ああ、夕日も綺麗、めちゃめちゃ綺麗夜もいいんですよ、素晴らしい。ああ、素晴らしい。ああ、チェイサーで走りたいね、かっこいいね。ということで、まあ上の方にねダウンロードございますんで、ダウンロードしていただいて、でボタンを押すだけで始まりますんで、で124MB なんで、まあしばらく待ってください。はい、ということでダウンロード終わりましたらですね、こちらの方ドラッグ&ドロップで、コンテンツマネージャーの方にこのまま入れちゃってください。でそうしますと、こちらまた緑のもの出てきますので、こちらの方インストールですね、はい、しますとインストールされますので、でインストールし終わりましたら、こちら完了したものを削除しまして、こちらのトラックを選ぶところからですね、大井ふ頭なんで OI ですね、こちら、はい、クリックしていただけますと大井ふ頭と出てきますので OK します。で好きな車ですね、選んでいただいて Go ボタンを押していただけたらなと思います。でそうしますと、こちらの方入れるようになっているんですけども、これピットではないんですよ。なのでこっから一応出れるっちゃ出れるんですけど、一度ですねピットに戻った方が出やすいですね。でバックトゥピットを押すと、ここのコンテナのとこ来れますんで、はい、一番最初に入るとね、ちょっと外出れない可能性があるんで、一回バックトゥーピットを押して、こっちに来れるようにしていただけたらなと思います。でそうするとこの裏通りの方から外出れますんで、はい、この大東コーポレーションのですね、はい、でここで上げていって、ここが一番有名なですね、はい、でここもまあ満時したりとかするんですけど、最初のうちはまあ満時しないで、ここっすね、ここでまたドリフトしていくと、であとここっすね、はい、でここも裏通りので、これで一周っすね、はい、ここでしていくということになりますね、はい、中高速が多いので3速入れたりとかするドリフトっていうのがね、ここで練習できるかなと。危ない、これマンジ苦手なんですよねただ振られてるってだけになっちゃう。まあここね、一人で練習するでもいいんですし、サーバー立ててみんなで走るのでもめっちゃ盛り上がると思いますんで、コースもシンプルなんでね、はい、ドリプレとかで低速のドリフト慣れたら次ここで練習するっていうのがいいかもしれません。私もちょっと最近走ってなかったんでうまくドリフトできておりませんでしたけども、まあ今後ですね、ちょっとこちらの方使って練習していきたいなと思っております。はい、ということで本日はですね、こちら大井ふ頭をご紹介いたしました。本当にね、ものすごく綺麗なマップとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん参考にして
使ってみてください。はい、ということでまたね、アセットコルサラバちゃんおすすめモッドをねご紹介していきたいと思いますんで、そちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。